はい、今からは3月9日イリナプロデュースライブということで、サウンドピースさんでのネットチキ買ってくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。はい、まずはマー君パパありがとう。はい、ということでイリナプロデュースライブということでね、あの大阪じゃないね、最初はあのサウピだから、サウピだね、あの東京でやらせてもらったんですけどね、結構イリナはね、あのこれは本当に着てみたい衣装だったので、こうやってねプロデュースできてめちゃくちゃ嬉しいし、なんかまさかトップバッターに選ばれると思ってなかったので、ちょっと心の準備できる心の準備する前にねなっちゃって、まあいいスタートダッシュを切れたんじゃないかなと思います。はい、そしてあのマー君パパのあのリクエストのあのこう見下ろす感じのやつを、あのこんな綺麗な感じの服をね着たあれでやりましたね。なんか結構ギャップな感じでやってるよね、いつも。なんかその服でそのあれやるって思うぐらい感じでいつもこのポーズやってると思うんですけど、このポーズをいつも更新できたらなって、日々いろんな衣装で更新できたらなって思います。はい、めちゃくちゃね綺麗ななんか女王様みたいになったと思うんですよ。超いいと思うので、落書きも可愛くなんか天女みたいな感じにしたので、楽しみに待っててもらえたらなと思います。はい、イリナしか見てはダメですよ、これからもずっとイリナのことだけを見ててください。以上、はいありがとう、楽しみに待っててね。はい、お次がレイちゃん、ありがとう。はい、ということで2回目のあれかな、ネットチキ購入っていうことで、前はねまだ届いてないかったかもしれないんですけど、 こっちの方が先に届いちゃうかもしれないんですけど、超かわいい、あのリクエストのさ、このあれ、このハートのやつ、これ名前あるの知らなくてさ、あのちゃんとリクエスト買い取って調べて、あこれかみたいな、しかも出てきた画像がほぼ K-POP のさ写真っていう、 K-POP アイドルの写真で、あこれねと思ってこのポーズをしました、理解しました。ちょっと今忘れちゃったんだけど、はい、なのでね、かわいいと思って、えこのハングルで書いてほしいって書いてたような気がしたんだよ、リクエストに。はい、今回ね、あの元々最初にね和服の方で撮った時、あのハングルで書いたんだけど、多分まだそっちの方が届いてないかったと思うので、こちらがね先に届くと思うんですけど、ハングルはイリナ結構書くの好きなので、結構嬉しかったですね、ハングルで書くの、レイちゃんって書くの。はい、楽しみに待っててもらいたいなと思います。超いい感じに落書きもしておりますので、また感想届いたら感想とかツイッターで載せてもらえたら嬉しいなと思います。楽しみに待っててください、ありがとう。はい、お次がゆき、ありがとう。はい、あのこの時ね、扇子をね、文明開花があって、それに合わせてイリナがプロデュースライブだったので、ちょっと赤の扇子じゃなくてちょっと白にしたいなと思って、白にねあの変えました。みんなさ、あの殺虫してね、この日だけ白にしたんですけど、その扇子と一緒に撮りました。ちょっとね、壁とさ、結構白が同化しちゃって見にくいかもしれないけど、一応こう持ってる感じです。むちゃくちゃね、一番張り切ってたんじゃないかなと思うぐらい、結構ゴリゴリに頑張って、中国の昔のね感じの人に寄せたので、すごいイリナ的にはめちゃくちゃ漏れました。なのでこの時期早く手元に、ユキの手元に届いてほしいなと思います。また届いたら感想聞かせてほしいなと思います、ありがとう。はい、お次がモトキ、ありがとう。え、モトキと思って、マジでいいねなと思って、多分プロデュース、いいなのかプロデュースやから買ってくれたのかなと思って、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、ということで、なんか中国の王妃みたいな感じ、ちょっといい素敵、位の高い女の人になってみました。これ結構可愛くないと思って、美しい感じにして、ちょっと感じだったので、落書きもねちょっとなんか和っていうか、ちょっとなんかありそうな感じ、絵とかで、はい、そんな感じにしたので、ちょっと美しくて目がやられちゃうかもしれないんですけど、ちょっと楽しみに待っててもらえたなと思います。はい、ありがとう、また楽しみに感想聞かせてほしいなって感じです。はい、ありがとう。はい、お次がてっちゃん、ありがとう。はい、ということで、ちょっとアップ目に今回撮らせていただきました。なんかね、
髪飾りをね、すごい豪華なやつをね、この日のために集めてっていうか買って、つけてみたんですけど、なんかこういうさ、かんざしみたいな、ぶっ刺すやつなんだけど、めったにつけることがなさすぎて、めっちゃつけるの難しかったんですけど、どうにかしてチェキで写したいと思って、ちょっとなんかキラキラ、めっちゃキラキラしたやつがついてたんよ。だからなんかそのチェキの光でちょっと ぼやけてるというか、ちょっとなんか飛んでるっちゃ飛んでるんやけど、ちょっとそれがね、伝わればいいなと思って、こんな感じにアップで撮らせていただきました。はい、なんかヒラヒラした感じのさ、上でさ、めちゃくちゃさ、結構可愛くて、多分写真とか結構上げてくれてる人がおったから見てくれたかなと思うんですけど、結構いいなが一番最初に可愛いなと思って決めたやつだから、結構自信があって、めっちゃ可愛いなと思って選んだやつなので、そうだからこうやって最初にね、トップバッターでいいなのやつが消えて超良かったなと思います。はい、本当はね、直接見せたかったところではあるんですけど、ちょっとそれは難しかったので、チェキでたくさんたくさん見てもらえたら嬉しいなと思います。はい。美しさが伝わるんじゃないかなと思うので、はい。楽しみに待っててください。ありがとう、てっちゃん。はい、お次が、ツッキー、ありがとう。はい、ということで、イリナがプロデュースさせていただいた感服になります。結構絶対ツッキー、こういうのマジで好きやろなと思って、これを、この感服をみんなに着てほしいなと思ってこれにしました。結構カンナギのお客さんってこういう民族衣装っていうか和な感じとか、昔のそういう服だったりとか、神秘的な感じのやつ結構好きな人多いから、絶対に好きやなと思って、でツッキーって結構可愛らしい感じのさ、衣装好きやったりするから、刺さってほしいなって思って、しかもちょうどね、こうやってネットチェキ買ってくれてたから、よかったと思って、絶対に刺さってもらえるようなチェキにしたいと思って、ちょっとセンスとかやって、ちょっとその国の人になれるようにちょっと頑張って努力して可愛くしたので、いっぱい見てほしいなと思います。これは絶対に好きでいてくれるはず。はい、多分ね、推しメンもめっちゃ好きってなるやろうし、イリナもめっちゃ好きってなってもらえると思うので、はい、楽しみに待っててください。ありがとう、月。はい、お次が、ひろちゃん、ありがとう、嬉しい。はい、ということで、天女な感じでね、やりました。多分なんか、中国の衣装、服、民族衣装って、なんか、結構、天女でもあるらしい、こういうのって。天女って、こういう中国のやつとかも、あるらしくて、やっぱ。そうなの。だから見た目通りやっぱそういう感じなんかなと思ってたから、そういうモチーフというか天女の画像を見て、あ、こんな感じかって参考にしていいのも撮りました。だからちょっと神秘的な感じの落書きというか、なんか天空の上にいそうな、なんか女神みたいな感じにやってみました。はい、やっぱいいな、こういう多分衣装がめっちゃ好きなんかなと思って、みんなも結構好きって言ってくれてめっちゃ嬉しかったので、ひろちゃんにもね、こうやって刺さってもらえたら嬉しいなと思います。楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がやいちゃん、ありがとう。はい、ということで横でね撮らせていただいたんですけど、ちょっと衣装をね、髪の毛がさ、かなり自分の髪の毛が思ってた以上に長すぎて、衣装がちょっと隠れちゃうっていう感じもあるんですけど、まあ全体的な感じで見て、雰囲気とかを見て好きでいてもらえたら嬉しいなと思います。結構髪飾りだったりとか結構凝ってる部分があるので、落書きもちょっと凝らしていただいて、ちょっとさすがに自分のプロデュースでこんなにね可愛いの着てるんだから、チェキもちょっと頑張って描きたいなと思って、すごくいい感じに描かせていただきました。結構ね、落書きするの結構好きなんだけど、結構難しいからできるかなと思ったんだけど、今回はね、もうみんなにこうやりたくてやりました。やいちゃんにもこのな、チェキが届くと思うとすごく嬉しいので、楽しみに待ってください。ありがとう。はい、お次がちなちゃん、ありがとう。はい、ということで、
あのイリナのプロデュース完服公演ということで来てみました。イエーイ。はいね、この日とかね、多分大阪もあると思うんだけど、結構来れなさそうだったので、どうにかしてネットチェキだけでもなんかすごく印象に残る、あの買ってよかったって思えるようにちょっとすごく凝ってみました。はい、ちゃんと衣装も見えるようにしたしね、もうあのネットチェキも落書きもすごい可愛くしたいなと思って、どうしてもこのチェキをね、なんか何かと添えて撮ってもらうっていうのは結構何かも、ね、難しいかもしれないけど、結構イリナ的にはお気に入りのチェキなので、なんかどっかねまたこれも更新して持ってってもらえたら嬉しいなと思います。はい、もうマジでちなちゃんいろんなとこイリナのこと連れてくれて一緒に撮ってもらえてマジで嬉しいです。本当にあイリナめちゃくちゃ愛されてるなとか、ちなちゃんにこんなに思ってもらえてるのマジで嬉しいなってめっちゃ思うから、もうねどん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 上げてもらえたら、もうイリナもさらにちなちゃんのスキルがさらにアップ、どん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 重ねていって、もうマックス以上になるかもしれない、なるかもってかなるので、ぜひこれからも続けていっぱいいっぱいイリナのチェキをいっぱい添えてやってくれたりとか、イリナの、ね、ツイートとかたくさんしてもらえたら嬉しいなと思います。もう、いつもしてくれてるんだけどね、もう本当に幸せで仕方がないですね。はい、今回も超ちなちゃんのね来れない分いっぱいこのチェキで伝え、この1枚のチェキでどれだけいっぱい伝えるかなと思って頑張ったので、楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がダムシャン、ありがとう。はい、ということでね、買ってくれてありがとう、マジで嬉しかった。あの結構ダムがさ買ってくれるネットチェキって結構たまにやったりするから、そのなんかほんまにめっちゃ好きってなるやつじゃないと割とないから、そうでも結構ダムさんあれじゃない、なんか和服とかさ浴衣とか和服とか大正ロマンとか結構そっち系めっちゃ好きやなってめっちゃ思うから、今回も絶対に空いてくれるなと思って、結構今回の東京の方がイリナが選んだ完服やから、結構個人的には一番自分的に似合うかなと思ってる衣装なので、あと髪飾りなので、ぜひこれ楽しみに待っててもらいたいなと思います。ガチで美術完璧すぎて目やられちゃうかもしれないですけど、覚悟しておいてください。ありがとう。はい、お次がミキト、ありがとう。はい、ということでイリナの完服どうですか。多分ね、アサヒちゃんのもめちゃくちゃ刺さってると思うんですけど、やっぱ今回プロデューサーとしてやっぱ一番ね気合を入れて頑張ったので、そこもちょっとイリナのこともやっぱチェキだけでもいいんで見てほしいなと思いますね。結構今回に限ってはマジで一人だけむちゃくちゃ張り切ってたと思うなって思ったもん。多分みんなもね結構頑張って結構備えてくれてたと思うんだけど、それ以上にやっぱプロデューサーとしてやっぱ大事よね、こうやってちゃんと最初からやってるのって。いや、めちゃくちゃ多分中国の人みたいになったと思うんですけど、はい、結構印象的やったと思うんですけど、めちゃくちゃ素敵な時期だと思うので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次が、ゆうすけ、ありがとう。はい、ということで、ゆうすけはロングヘアが大好きなので、ストレートで、ちゃんと片方、ちゃんと長さが伝わるように、ストレートに撮らせていただきました。やっぱこの衣装、黒髪ってめっちゃ似合うなって改めて思った。なんか、あ、黒髪ロングでよかったなと思ったし、正直この衣装っていうか、完服って、イーナが一番似合うんじゃないかなって思ってたところはあったので、はい、イーナが一番ですね。そうですよね、ユースケね、イーナが一番似合ってるよね。はい、なのでイーナのための感服だったんじゃないかなと思うので、この時の衣装はマジで個人的には大優勝だったので、ユースケにね本当は見せたかったんやけど、直接ちょっとその次会う時には多分シャッフルされてるので、このチェキ見てちょっと我慢してほしいなと思います。また次の大阪でも楽しみに待っててもらえたらなって思います。ありがとう。はい、お次がたわし、ありがとう。はい、ということで完服衣装着てみました。イエーイ。なんかね
全身って言われたんやけど、立ってる姿で撮っても多分めちゃくちゃロングで、あの膝じゃない、あのくるぶしぐらいまであるから一緒かなと思って、あのあれ座ってちょっとあの服装も見える感じであれしていただきました。でも割とその中でも見えるようにして撮りました。はい、イエーイ。どうですか、なんかほんまは直接さ見てもらいたかったんですけど、まあちょっとかわし来れなかったということで、ネット時期だけでもね、あのあこの時来ればよかったなって後悔させてるようなぐらい素敵なネット時期撮りました。はい、素敵な、結構刺さってほしいなと思うんですけど、結構イーナのロングヘアがあの改めて素敵だなって思えるような時期なので、いっぱい見てほしいし、結構綺麗めっていうか、結構中国のあの昔の民族衣装みたいな感じの衣装なんやけど、でもこういうコスプレしてるアイドルさんほんまにうちらだけなんじゃないかなって思って、結構いろんなさコスプレしてるアイドルさんいるけど、感服って、まあ、なかなかないなと思って、そうだからこれからもいろんなね、多分やったことないようなコスプレとかもしていくかもしれないんですけど、もし気になったなと思ったらこれからも会いに来てほしいし、ネットチキもう来れないよってなった時はネットチキだったりとかで、あのイーナのことを見てほしいなって思います。全然ね、上がる写真、ツイートで上がる写真とかもいっぱいね、あの保存いっぱいしてもらって、イーナのことを思ってもらえたらなって思います。はい、ありがとうございます。またすぐ早く会いに来てほしいなと思うので、寂しいので来てください。ありがとう。はい、ということでイリナのネット時期買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト。